アイジュは、ヒュンダイが製造、販売している自動車である。ヒュンダイのエントリーモデルであり、アトスプライム、サントロの後継車種にあたる。ただし、インド市場では、従来のサントロも併売されている。サントロと同様に生産は、インドチェン内工場で行われ、欧州など世界各国に輸出される。なお、ヒュンダイの本国である韓国では販売されていない。 韓国でも原油価格高騰や経営者の企画拡大で子会社であるキア自動車のモーニングが好調な売れ行きであることからインドで生産されている I10 を逆輸入することも検討されたが労働組合の強い反発から実現に至っていないと言われている。マレーシアではイノコムによって同社のブランドで製造・販売が行われている。 インド国内で2007年10月31日発売。欧州では同年12月のボローニャモーターショーにて初公開となった。2009年、i10 をベースに LG 化学性リチウムイオン二次電池を搭載した電気自動車 i10 エレクトリックがフランクフルトモーターショーにて世界初公開となった。同社は2010年1月のニューデリーオートエクスポにも 出展された。さらに2010年9月には韓国にて、i10 ベースの量産 EV が、ブルーオンの社名で発表された。外観では、フロントフェイスに手が加えられ、935などと共通するヒュンダイの新しいファミリーフェイスが与えられている。また、ベースとなった i10 の方もブルーオンと同様の、フェイスリフトが行われて9月23日に、インドで発売開始された。 なお、欧州仕様は、パリモーターショーにて公開されるが、こちらには、CO2 排出量が 100g、キロメートルを切る直列3気筒1.0、L エンジンが新たに搭載される。2013年9月、フランクフルトモーターショーにて初公開。デザインと開発は、ヒュンダイのドイツテクニカルセンターが担当した。ありがとうございます。